山本博之は、日本の元陸上競技選手、現指導者。専門は長距離走、マラソン。埼玉県出身。埼玉県立川口北高等学校、東洋大学卒業。小カミノルタに所属していた。現在は、東洋大学附属牛久高等学校陸上競技部、監督。高校時代は、サッカー部に所属し、 サッカー部を引退した高校3年生の5月から本格的に走り始めた。これは箱根駅伝で活躍した選手の中では非常に遅い陸上競技デビューと言える。大学時代には東洋大学陸上競技部の一員として駅伝などで活躍。最高学年に4年生として迎えた第85回東京箱根間往復大学駅伝競争では エース区間である2区を担当し、3区を走った同学年のエース大西智也や、あとに4年連続5区で区間賞を獲得することになるスーパールーキー柏原隆二らと共に、東洋大学史上初の総合優勝を手繰り寄せた。大学卒業後、コニカミノルタに入社。実業団入り後は、怪我などの影響で調子が上がらないことも多く、 2011年に全日本実業団駅伝に初出場した際には1区を走ったものの区間30位と大きく出遅れてしまった。それでもしっかりと自力をつけており、好調だった2014年度シーズンは東日本実業団駅伝で5区を走り区間賞を獲得。この年に距離が変更された区間であったため区間記録保持者となった。続く2015年元日の 全日本実業団駅伝にも4年ぶりに出場し、最終区間7区を担当。2位でタスキを受け取ると、区間2位の走りで順位をキープし、総合2位でゴールした。その後も校長を維持し、翌月の別府大分毎日マラソンでは、自己ベストとなる2時間11分48秒の記録で3位入賞。同年4月の兵庫リレーカーニバルでは1万メートルに出場し、 自己ベストとなる28分22秒92の記録で5位入賞を果たした。さらに、同年11月の八王子ロングディスタンスで1万平方メートル7分55秒40と初めて28分を切った。2016年11月、ニューヨークシティマラソンに出場し2時間11分49秒をマーク。4位でゴールした。これは、今井正人の6位を上回る。 日本人最高順位である。2017年8月開催の世界陸上ロンドン大会男子マラソン選考会だった同年2月の東京マラソン2017ではフルマラソンで自身初めてのサブ店となる2時間9分12秒をマーク井上博人に次ぐ日本男子2着総合10位でフィニッシュ。世界陸上男子マラソンへ 自身初の日本代表入りの可能性もあったが、最後の3枠目で、中本健太郎と比較の結果、惜しくも補欠選出となった。2021年3月末に現役を引退し、4月8日付で、東洋大学附属牛久高等学校陸上競技部監督に就任。小ニ上乗ノた陸上競技部、山本博之箱根駅伝公式ウェブサイト、セコリーダー。 マラソン男子3枠目、完成度で中本、ありがとうございます。